ThinkTech Hawaii, civil engagement lives here. Good morning. My name is Russell Homa, and I'm your host today for Hawaii Nikkei Now. And I have a special guest today. Her name is Sabrina McKenna, who was born and raised in Japan, and her mother is Japanese. So she speaks fluent Japanese, and she's cross-culturally trained, and she understands the Asian ways. And as you know, Sabrina is internationally known judge, and recently she won the Corporation Council's Foundation for Global Women in Law and Leadership at the United Nations delegates in New York City. 今日の番組はハワイ日経ナウです。司会のラッセル本間です。今日の特別ゲストはサブリーナ・マケナ、最高裁判所の裁判官です。僕にとっては一番信頼して尊敬している人です。実際僕の先輩です。サブリーナは日本で生まれて育って日米両方を話しますから、それで米軍の横田基地の空軍の基地の方で卒業してハワイ大学に行って、そこでバスケット部の NCAA のスカラーシップを取って、それでリチャーソンロースクールの法科の大学出て弁護士になって、それで裁判官になりました。それ実際彼女の一番のメリットはユニークさで、やっぱりアジアのことのことを理解して、いろんな国際貢献しながらみんなのために活躍してます。ぜひサブリーナ、ようこそ。ありがとうございます。お招きありがとうございます。今日は。いえいえ。それ実際どう思いますか。今いろいろ最高裁判所のハワイの場合でもやっぱり国際的に持っていきたいと思うんですけども、やっぱりアジアのど真ん中で、やっぱりハワイは小さな島ですけども。やっぱりそういういろんな人材がいますからね、いろんな宗教の人たちが、やっぱり貿易にしても、例えば過去にアメリカの、僕らアメリカ連邦政府の通商代表をやってた時は TPP っていうトランスパシフィックパートナーシップのフリートレードアグリーメントがありまして、そこでハワイを本社にヘッドクォーターズに持ってきたかったんですよ、うん。でも実際トランプ政権で今はちょっとホールドしてますけども、まあ、将来的やっぱりハワイをまたTPP みたいな、そのメンバーシップに入れたら、そこでやっぱり国際的な法科の裁判所が必要だと思うんですけども。そうですか、はい。私はハワイ州の最高裁判所の判事で、ハワイ州はもちろんアメリカ連邦の50州のうちの一つの州で、だから私たちの管轄は根本的にはハワイ法、ハワイ憲法、ハワイ法が主体になるんですけれども、で国際的交流というものがあれば、裁判所側からあれば、やはりそれはアメリカ最高裁、ワシントンにある最高裁からやってくるものが現状だと思うんですけれども、現実的にはハワイは、太平洋の真ん中にある島で、島国、州ですけれども、結構アジアの判事の方とか弁護士の方がこちらに寄っていただいて、いろいろ訪問していただいてるんですけども、ハワイ州最高裁でも今年だけでも日本とかインドの最高裁判事も先々週訪問していただいたり、タイ国の判事も来ていただいたり、いろんな国の、アジアの国、モンゴルの裁判官、韓国の裁判官、日本、もちろん日本の裁判官も時々寄っていただいて、いろいろ交流させていただいております。そして私たちハワイ州最高裁判事でも結構国際的に、講演したり、その国際関係を大事にしております。私自身ももう判事になってから24年経ちますけれども、20年前ぐらいから日本に行って、いろいろ日本の司法改革のに関して、判事選任再任評価制度とか、いろんな日本の
司法制度に関していろいろ講演させていただいておりますし、それからもずっと何回も日本に行って講演したり、インドに行って講演したり、おととしは香港に行って講演したり、そして私の同僚でも国際的に講演しております。私の同僚のマイケル・ウィルソンは判事はとても国際環境法に関連しておりまして、明日から中国に行って講演したりしますので、ハワイという島国でありながらも、小さな島国でありながらも、私たちハワイの最高裁判事は一生懸命国際交流を大事にしているとも言えると思います。ああ、すごいですね。やっぱりそういう面で、ね、やっぱり国際的にハワイ州の最高裁判所 の、 裁判官なんかいろいろアジアを向いていろんな面で交流しながら、国際貢献しながら、皆さんのために活躍してますからね。裁判官としてだけではなく、やはりこれからの世界平和のためには、私たち全員が一生懸命いろんな国の人と交流した上、世界平和が高まっていくんじゃないかと思って、みんな私たちはもう裁判官だけではなく、皆さんにこういう形でいろんな国の人とお話しして交流していただきたいと思います。すごいですね。立派ですね。やっぱりそういう面では、いや僕も実際APAC で企画出したんですよ、マスタープラン、はいはい、それでやっぱりアジアの21国ですね、はいはい、それでその中でやっぱりいろいろ合併しながら交流しながら経済を、ね、発展するような、やっぱりそれを向いて世界平和を、ね、保つような形で持ってきたかったんですよ、はいはい、だからそれがうまくいけばね、そういう場合でも判事でもね、やっぱりそういう形でいろいろやってもらうっていうのはやっぱり目があっていいと思います。すごく。そうですか、ありがとうございます。これからもできる範囲やってきます。もちろん私の根本的な仕事はハワイ州の最高裁でハワイの法に関する法律解釈判例を書くのが私の仕事の主体なので、その時間がある単位の中で頑張らせていただきたいと思います。はい、やっぱりそういう最高裁判所、やっぱり連邦政府もありますからね、はいはい、連邦政府の最高裁判所とはどういう形で交流してるの？今じゃやっぱりトラベルバンですか？結構7つの国、イラン、北朝鮮、シリア、リビア、ユーメン、ソマリアとベネズエラの国がやっぱり移民で来れなくなっちゃいましたからね。そういう面でやっぱりテレビ局の放送を見てみても、やっぱり子どもたちがなんか観光中でもなんか檻に入ったりね、そういう面で差別されて、だから結構そういう面ではどう思いますか、ハワイから見たら。私はやはり判事の道徳上、今行われている法律、裁判所で行われている事件とか、これからも行われるような事件に関しては公法的には話できないというのが判事の道徳なんですね。だから今の判例に関しては、ちょうどアメリカ最高裁が判例を出しましたけれども、それに関してもちょっとコメントできないんですけれども、人間としては、私はこの最高裁判事になる前には、私はオアフ島の家庭裁判所の所長を務めておりましたので、もちろんそして3児の親でもありますし、子どもは大事で、やっぱり子どもを親から離せる離れるのはとても子どもにとっては良くないことですね、はい、もちろんそうです、ね、人間としてはこれは良くないことです。そうですね、はい、そういうのありますね、やっぱりそういう面では、はい、いやでもやっぱりね、今の実際いろいろ大統領でね、トランプ政権でもいろいろやってますけども、やっぱり最近国連でもね、やっぱりニッキー・テイラー大使ら、やっぱりああいう感情的実際ヒューマン・ライツ・カウンセルですか、人間保障委員会ですか、そこから撤退して出ましたからね、アメリカ自体が。だからそういう面では第二次戦争の時からもうヒューマン・ライツ・カウンセルに入ってますからね、国連の中でアメリカ。だからそういうことを見て、やっぱり今の状況を見たら、やっぱり何かおかしいと思うんですよ、国際社会から見てみたら。残念ながら私やはりその政治的なこととかも、そういうことに関してもちょっと
判事の道徳上話をできないというのが、うん、あの規制なので、うん、なるほど、残念ながらお話はできません、うん、なるほどね、すみません、うん、いやいや、それ、まあ、話は戻りますけど、はい、実際あのコーポレーションカウンセルのフェデレーションフォーグローバルウォーマンズインローアンドリーダーシップ、ああいうのやっぱり国連から賞をもらうっていうのはやっぱりすごいことだと思うんですけども、まあ、どういう国連 自身ではなくそれはその会社の弁護士を務めてるあの世界中の大企業の弁護士を務めてる方の連合会からの賞なの で国連で賞を受けさせていただいたということだけなので、でももちろん国連の方も出席していただきましたし、いろいろ案内させてもらいましたし、とても素晴らしい経験でした。まあ、とても光栄でした。私より本当にそういう賞を受けるべきあの女性が世界中に大勢いるんですけども、どういうわけか私を選んでくれて本当に光栄でした。いやいや、それだけすごいと、やっぱりそれだけ国際社会らあの負けな、ね、判事の方をやっぱりそれだけ有望の将来的これからやっぱりね、そういう面でリーダーシップを見せてあの皆さんのために役に立つような形でねやっていけばいいと思うんですけども、やっぱりでもすごいと思います。そういう賞をもらうっていうのはハワイにしてはやっぱし宝です。そういう面では、そうおっしゃっていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。そうですね。それでやっぱし、まあ、話に戻るやっぱしあの高校時代バスケット部でやっぱしそれでハワイ大学でもスポーツ万能で、あの実際あの、ね、どういう形でスカラーシップ取るっていうのはやっぱりすごいと思いますよ、 NCAA で。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あの私は高校時代もバスケットだったし、大学時代もバスケットだったので、まあ、そういうおかげで奨学金で大学行けたことはとても良かったと思います。なるほど。いや、今からちょっとあのブレイクでインターメッションで、はい、あのまあ、戻ってきた時、今後のサブリーナの将来的な話をもうちょっと聞きたいと思うんですけど、 Now we'd like to take a break, intermission. As soon as we come back, we'll ask Sabrina her future endeavors and how she wants to proceed her career. Hi, I'm Pete McGuinness-Mark.And every Monday at 1 o'clock, I'm the host of ThinkTech Hawaii's Research in Manoa. And at that program, we bring to you a whole range of new scientific results from the university, ranging from everything from exploring the solar system to looking at the Earth from space, going underwater, talking about earthquakes and volcanoes, and other things which have a direct relevance not only to Hawaii, but also to our economy.So please try and join me, 1 o'clock on a Monday afternoon for ThinkTech Hawaii's Research in Manoa, and see you then. I was too young to understand what it means. I could wait till I could be 17. 1 in 3 teens who smoke will lose years of these moments. It's your life. Don't miss a thing. Truth is, I'm impressed. I haven't been asked such intelligent questions in a long time. Nice.Yes, we're back now, and I have our special guest, Sabrina McKenna with the Hawaii Supreme Court Associate Justice. さて、あのインターメッションの後戻りまして、あのまたあの判事のサブリーナ・マケナに今後の将来的どういう形であの最高裁判所のハワイなあの動きとあのやっぱり組織の中のことを聞きたいんですけども、はいはい、どういう形になってるんですか。はい、まあ、ハワイは、まあ、アメリカは連邦制度なので、あの国の裁判所があれば各50州にも裁判所があり、私はハワイ州の最高裁の判事だから各50州にも最高裁がございます。でハワイの事実認定裁判所っていうのはあのディストリクトコート、まあ、日本の簡易裁判所に近い裁判所なんですけど、そしてあのファミリーコート、家庭裁判所ですね。そしてサーキットコートは、まあ、巡回裁判所って訳されてるんですけど、本当は巡回はしてないんですけど、まあ、小さな民事刑事事件はあの、ディストリクトコート簡易裁判所で行い、家庭法家族法に関してはあのもちろんファミリーコート、
そしてどっちかといえば大きな事件、民事刑事事件はサーキットコート巡回裁判所で行うという事実認定を行う。そして陪審裁判は全部サーキットコート巡回裁判所で行っております。そしてその控訴はハワイのインターミディエットコートオブアピールズ、ハワイ仲介裁判所、高等裁判所で控訴になって、そして私たちの最高裁は日本とかアメリカ最高裁と同じ形で上告裁判所という形になっております。だから上告してもその事件を全部受けるわけではなく、この事件は聞くべきだという事件だけ私たちが受け取るという形になっております。だからハワイ州最高裁判事は 5名で務めておりますけれども、だから5名のうち3名がこの事件は私たちが聞くべきだ、聞くべき事件だという形で合意すると、その事件を聞くという形に受けるという形になっています。そして上告を受けてから、大体口頭弁論を行ってから一人の裁判所がその判例を書くという形になっています。結構つながりが難しいですね。間は結構複雑みたいな感じで、普通の人だったらやっぱし難しいですよ、そういうの。でも実際判事でもそういう面では自分たちで世論調査なんかするんですか？例えばあの影の発臭みたく、自分たち分かんないようにして、自分たちで民間みたくなって、そういう世論調査して、そういうのも調べるんですか、そういうの場合。いや、そういう形でしないだけではなく、何回も話に出てますけど、判事の道徳というものがありまして、判事はその記録に残ってて、その裁判で出た証拠と、それにその事件に関連する法律でその事件を定めなくてはならないという形。私たちは世論調査はできないし、絶対できないです。それは世論は根本的に司法には、司法を定めるのが世論だったら、少数民族とか力がない人が絶対勝てない状況になるんじゃないでしょうか。だから裁判所っていうものは法律を守る、力がない人であろうと、嫌われてる人であろうと、この事件は法律に従ってるかどうかというのを定めるのが最高裁の役目です。だから世論調査は絶対行いません。なるほどね。やっぱりそういう面では、やっぱり事実を伝えるっていう形でね、やっぱり証拠でも、やっぱり本格の証拠を調べて、それら裁判に使うか使わないかっていう、それは判断するんですか？証拠法だから、事実認定の裁判所が大体根本的に第一に、その事実が受けるかどうかというのを決めます。でそういう問題も、その事実を認めるべきだったかどうかというのも結構最高裁まで来て決めることは、証拠法というのもあるんですよね、エビデンスコード。それに従ってるかっていうのも時々判例で定めなくちゃならないこともあるんですけれども、ちょっと複雑になってきました、この話は。ちょっと法律家じゃなければあまり面白くない話かもしれませんけれども。いやいや、固い話ですけども、そういう面ではね、やっぱり裁判所ではね、やっぱりそういうことをやっぱり学んで判断しないとね、事実を伝えないと、やっぱり民間の人たちのためにね、そういう面では大切なことですよ。そうですか。いろいろ仕事をやってますけれども、とても、下の裁判所の頃だったら、私は自分で事実を認定して、判決を下すというのが仕事だったんですけど、今だったら法律的に下の裁判所がやってたことを見るというのが最高裁の役目ですね。そうなんですか。じゃあ例えば下の方でミスった場合はどういう形で、そこで最高裁判所の方でちゃんとアピールして直す場合あるんですか？はい、だからそういう形で直す場合もあります。これはちょっと間違ってたんじゃないかという判例を書くこともあります。なるほどね。やっぱりそういう面では正義だ、やっぱりね、正義が大事ですね。そういう面だ。裁判所っていうのは正義が大事です。もちろん。すごいですね。やっぱし普通の人だったら、やっぱしそこまで考えないですよ。ね、裁判になったら、いや弁護士雇わないとっていう形でね、弁護士にみんな任しちゃいますからね。でも弁護士、民事刑事の場合だったら、もうアメリカでは刑事事件ではお金がない
方でも弁護士を国選、まあ、州選弁護士をつけるという形になりますけれども、民事の場合には弁護士アメリカ法ではまだ弁護士の、権利はないんですね。だから、うん、小さな事件、そしてあまりお金のない方だったら、弁護士を雇わない方もありま、おりますので、うん、そういう方の事件も弁護士的にちゃんと書いてなくてもちゃんとその人たちの話を聞くのも私たちの役目の一つですね。はい、私ね、すごいですね、はい、そういう面では立派ですよ、すごく。いや、そんな立派なことはありません。本当にまあこういう役目を務めさせていただいて光栄だと思います。うんうん、それやっぱり年は決まってるんですか。なんか判事の場合は10年おきまた、はい、またその件をまた、ね、はい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 、できるっていうふうに言ってますけど、はい、ハワイ州の場合、まあ、その各50州の判事選任再任制度は異なってるんですね。ハワイ州はハワイ州憲法に基づき9名の委員会が、まあ、4名が弁護士なんですけど、判事の席に空席が起きた場合には立候補した上、その弁護士の中から4人から6人に絞って下の裁判所はハワイ州の最高裁長官が任命し、そして6年の任期で上院が承認した上6年の任期で再任を要求できるという形になっています。巡回裁判所高裁最高裁は10年の任期で、その判事選任再任委員会が4名から6年に絞った後ハワイ州知事が任命し、そのハワイの上院が承認した上10年の任期で務めることができるという形になっています。そして再任あとまた10年の任期、再任要求の場合には判事が再任要求はその同じ判事選任再任委員会に申し立てて、あとまたもう一期お願いしますという形で再任を要求するんですね。でその委員会がいろんな人から話を聞いた上、いろんなその時点では本当世論調査も行います。委員会がこの判事は再任を要求してますけれども、意見がある方はこれは匿名でちゃんとコメントください、うん、その上決めますという形で。でもだから私は53歳の時10年の、任期でハワイ州最高裁に任命され、それが7年前だったので、うん、あと3年後にまた再任を要求するという形になります。うん、でもハワイ州の憲法上70歳で定年退職という形になっています。そうなんですか、はい、じゃあまだ時間ありますからね、また年期ね、あと10年また先ね、うん、できればねいいですよ、まあ、どうなるか分かりませんけれども、いやいやいや、やっぱりうう、まあ、まだまだ頑張りたいと思っております。負けな判事の場合はやっぱりこういう日米両方話す人なんかいないですよ。やっぱりアメリカ全国見てもハワイ州で中で50州ぐらいの中みんな見てもやっぱり日米両方日本語と英語してアジアのことを分かって理解しながらできる人なんかいないですよ。僕はやっぱり負けな判事ぐらいしかいないと思います。まあ、どうか分かりませんけどもやはりハワイにいて日本語ができるということでよく私より優れた裁判官アメリカ中に大勢いると思うんですけれども、まあ、日本語ができるということでよく日本で講演する機会があるということになりますよね。日本語ができるということだけで通訳が必要ないというだけでもメリットがあるんじゃないか。その法科の 特別の、ね、言葉なんかあるしね、うん、そういうニュアンスで見てみたらやっぱし普通やっぱし勉強してないと経験もね必要だしね、そういう面ではやっぱりすごいと思いますよ。いやそんなそんな褒めてくださらなくてもよろしいです、ありがとうございます。でも、うん、でも本間さんも私の後輩ですよね。いや僕も横田基地の横田基地の高校、同じ高校ですよね。同じ高校ですから、だから私のは先輩先輩って呼んでください。いやいや、はい、同じバスケットだったんですよね。そうバスケットもやってました。テニスもやりましたけども、まあ、スポーツが好きで、まあ、私も高校時代からスポーツが好きで、そしてまあ一つとても大事なことは、私はアメリカで奨学金、ハワイ大学で奨学金を受けられたっていうのは
あのハワイの日系の女性弁護士のおかげだと思ってるんです。その方の名前はもちろん皆さんご存知だと思うんですけど、パツィ・タケモト・ミンクという下院議員が、あの自分が受けた性差別、人種差別、そして1964年にアメリカで初めての白人以外の女性の下院議員に当選して、そして1972年に彼女がまあスポンサーしたタイトル9という法律のおかげで、その法律はアメリカ連邦政府から資金を受けている教育機関は、あの性差別をできないという法律だったんですね。だから1972年のアメリカのアメリカ全国のロースクールの卒業生はたかが 7% だったんです。女性がたかが 7%、 性差別があったんです、1972年まで。そして1972年にハワイ大学には女子スポーツチームは一つもなかったんです。その法律のおかげで、あの女性スポーツチームもできたし、ロースクールも女性に性差別なしで、あの受け入れなくちゃならないという法律になったので、私もあのスポーツの奨学金を受けて大学に行くこともできましたし、あの問題なく、女性でありながら問題なく、あのロースクールに入学できたと。だから私も彼女のインスピレーションが高かったんです、うん、この日系の女性弁護士がスポンサーした法律のため、私は大学に行けたし、ロースクールにも行けたし、だから法律の力がすごく理解できるようになって、私も法律家になりたいという気持ちになったんです。いやーすごいですね、はい、その素晴らしいお話、今日はもうなんか時間が今日来ちゃって、なんかあっという間に、またぜひあのショーに、あのハワイ、日系ハワイのショーに出てください。ありがとうございます。今日はもう時間がいっぱいでありがとうございます。ありがとうございました。